チャオ、あっちゃんです。今日、2月の24日、あっちゃん家の晩ご飯、ちょっとね、中華風なものを作りたいと思います。お熱して卵を溶きます。卵を落としてしまった。卵を混ぜます。ここで足らんかな。小さな卵がたくさん伸びてきます。ニトリ皮餃子を揚げましょう。で、白だしに、白だし1に水に、だいたい白だし80の水が160。ここをちょっと煮詰めます。水溶き片栗粉を入れる前にレタス、忘れとった。青野菜なんでもいいけど、レタスを入れます。青野菜はほんまやったら煮た方がいいんだけど、レタスやからで、火止めて、レタスはあんまり熱しへん方がいいから、どうなっているのだ、まいわ。ほんまはこんな入れ方しちゃダメなんです。水溶き片栗粉は火を止めて、とろみがちょっと足らんかったかなと、片栗粉が。ドバって入れてもたからね。とろみついたかな。ついてない。もうちょっとにしよう。失敗これは。これも少なかったからね。とろみついてるやん。ついてないやん。火を
止めて片栗粉オンで、オレミオンつけたら、あ、いい感じ、いい感じ、あ、つきすぎかな。はい、できました。なんちゃって天津飯と、鶏皮餃子と、の貝柱、ホタテの貝柱の、何やろと、生姜をね、だし汁で煮たようなものはい、こんな感じで食べたいと思います。では、いただきます。味はいかがですか？美味しい、美味しいって、美味しいよ、うん、なんちゃって天津飯教えてもらいました。うん、これだ、うん、美味しい、美味しい。と、鶏皮餃子食べてみよう。鶏皮餃子です。あ、これ肉汁すごい出る。ちょっと待って、あ、もうちょっと前行き、うん、うん、すごい美味しい。うん、塩にして正解。うん、鶏初めて、うん、業務スーパーで買ってね、初めて揚げて作ってみたんけど、美味しいこれ。うん、え、塩、最初酢醤油にしようかどうしようかね、鶏皮やし塩がいいかな、塩にしたら正解でした。キャベツ、うん、冷凍のホタテをだし汁で冷凍、生姜ちょっとあえてんけど、おいしい。鶏皮餃子食べてみ、すごい肉汁出るから、お皿の上食べな、肉汁出るで。そんなことより、なんか死ぬかで気持ち悪いなと思ってテレビついてたな。ちょ、テレビがついてなかったらね、これ、うん、それぞれ、おいしいやろ。一人2本ずつね、美味しいね。これ食べてみる、これ食べてみる、美味しい、美味しいね、これ貝は食べてみる、食べてみる、貝は美味しい、美味しいな、よくない、好きな、白と黒とか安直や、うん、いい具材なの、うん、ん、これなんかどっかで知ってる、今食べたことある、うん、味が
賞味期限量だどっかで食べさせたかな。覚えてない。かな。え？本当かな。手羽先餃子じゃん。鶏皮の味なんじゃん。うん、キャベツ美味しいね。全部黒連れてる。うん、あ、楽しい。まあ、ちょっと二口で完食やけど、ちょっとお腹が限界っぽいね。ご飯結構少なめにしたのにな。足りた？な、お腹足りた？うん。うんって。うん。
ちょっと玉、うん、あれ食べよう、ちょっと食べたけど、美味しかった。はい、美味しかったですということで、今日のあちゃんちの晩ご飯はこの辺で終わりにしたいと思います。なんちゃって天津飯と鶏皮餃子で、あとねホタテの、煮物っていうかホタテの、なんか煮つけ煮物だから何でもやで、今日の晩ご飯食べました。美味しかったです。ではまたね、バイバイ。